ナミちゃんの火曜にチョップ、チャウチャウ、水曜にヘッドロック、チャウチャウ、ナギちゃんの月曜にキック、うわもうちょ皆さんおはようございます。ナギちゃんの月曜にキックパンチ始まりました。皆さんありがとうございます。ちょっと今はあの握手会じゃないわ、お話し会の合間に撮ってるので、少し周りに人がいるので小声で今日はちょっと喋りたいと思います。なんかあんまり聞かれるのも恥ずかしいもんですよねなんかスタッフさんとか周りの作業してくださってるスタッフさんに聞かれるのもちょっと恥ずかしいもんなんで、ちょっと小声で喋りたいなと思います。今日はひそひそラジオですね。まあラジオってなんか本当皆さんとこうなんていうんですか、しょこしょ話をしてるような感覚、こうなんかそういう感覚で仲いい、本当仲いい人と一緒に話してこしょこしょ素を喋ってる感じがいいなと思うので、今はそういう私のテーマにぴったりだなと思いました。でまあね、最近ねちょっとすごい私嬉しいことがあって、皆さん見てくださったかわからないんですが、先日坂上&指原のつぶれない店という番組の収録に行かせていただいたんですけど、そこで指原さんと松井玲奈さんと私っていう3人でご一緒させていただいたんですよ。それが私の中ですごい嬉しくて、まずあの指原さんと番組でご一緒させていただくっていうのは私の中でずっと目標だったので、それが今回2回目出演させていただいたんですけど、もう2回も叶えたっていうのがまず嬉しくて、でそれを指原さんに合間休憩中に指原さんとまたご一緒させていただけて本当に嬉しいですって言ったら、指原さんがもうそれ言ってくれるよねみたいな感じでめっちゃ優しくて、でそのなんか前半収録して次後半までなんかちょっと休憩があるんですよ。その時に指原さんがちょっとなぎちゃん、れなちゃんと一緒に3人で写真撮ろうよって誘ってくださって、私はもう内心ずっとあ、これ写真撮りたいと思ってたんですけど、そんなん言えないじゃないですか。しかも指原さんがその休憩されてる時もなかなかこう話しかけ、話したいけど話せないってちょっともじもじしてたら、指原さんが喋って誘ってくださって、で、3人でね、なんとか写真を撮れて、それはちょっと私の中で今年で、ちょっと一番大切にしてる写真と言っても過言ではない写真だなって思います。だってね、NMB で SK48 のもともとのセンターというか、ツートップの。一期生やしな。はい。レナさんと、でも、AKB でもレジェンド、HKT さんでもレジェンドだった指原さんと。でも、NMB の私ですよ。もう本当に、私でも本当にその時にもっと頑張って、なんかそのなんかもう NMB なんだって、 NMB を引っ張ってますって胸を張れるような人になりたいと思いました。その時にまだ今はもうなんかもうそんな私なんてっていう感じだから、本当にそのなんかそのお二人の背中を見て、あ、こんな人になりたいなっていうのをすごくその収録中に思いました。でね、もうその収録で指原さんがアシスタント MC みたいな、はい、アシスタントじゃないか、 MC か、 MC って、まあ、その2人、そうですね、2人 MC なんですけど、ね、指原さんのこうこのみんながちょっとなんか一瞬なんていうのかな、んか乱れるっていう発言がちょっと偏ったりとかした時に、指原さんのサッとするフォローの一言とか、周りをちょっとなんか
か方向が偏ったらスッとスシラさんがする一言でそれがくるっと丸くなんかまとまるんです、うん、番組自体が、うん、もうその起点の聞かせ方とかなんか女性としてもその、ま、場を和ませられる雰囲気とかもやっぱすごい方やなと思って指原さんと一緒に仕事するたびに、まあ、番組にももちろん集中して楽しませていただいてるんですけど指原さんの発言とかもこう左耳は指原さんの言葉を聞いて右耳は VTR を見てっていう風な本当にこう両耳別の仕事をしてましたその収録の時はやっぱりその、はい感じるんやその違うというかすごいなっていうのを収録一緒にいたら、はい、めちゃくちゃ感じますね、うん、本当になんか収録始まる前とかも私とかはもうこう緊張してあんまりなんか話せない周りの人とでぼる塾さんが一緒だったんですよだからぼる塾さんとは、うん、あのこの間ボンドご飯で一緒だったんでいろいろ話させていただいたりしたんですけどでも他に出てるの坂上さんとかあと吉住さんとかでも吉住さんよう挑んでご一緒してるから石原吉住さん、ね、はい石原吉住さんそうな坂上さんもだって前も出てるやん前一回出たとねでもまだ自分からこう話しかけるのはもうできなかったり、うんね、一茂さんとかあとひろみさんとかすごい皆さんやけど指原さんは本当になんかそこでも皆さんとこう楽しくお話しされてて、うん、なんかみんなが、なんか現場がこう収録前に明るくなるっていうか、うん、私もこんな風な 場をこう明るくさせれて盛り上げられるような、うん、女性になりたいなって思いました。こう女性としてすごく素敵というか、なんかわーって盛り上げるんじゃなくて皆さんの気分を上げれるような会話っていうかだってね私も本当このその休憩中に指原さんが写真誘ってくださってでそれなんか写真撮り終わってからちょっとまだ時間があったので指原さんと一緒に横の席座って指原さんがなんか来ないのワインの話を見たよって言ってくださっていやあれすごいねで難しいよねあれねとかこう喋ってくださったりとかでなんか私が質問したらなんかめっちゃ丁寧に返してくださったり、うん、あとなんか峯岸さんとこの間ご一緒した時仕事をご一緒して、うん、で峯岸さんがその話を指原さんにして、うん、で柳ちゃんがめっちゃすごかったってみーちゃん言ってたよとかなんか言ってくださったりなんかもうそんな峯岸さんにまずそんなこと言っていただいたのも嬉しいけどそれを指原さんに言っていただけたのも嬉しくてなんか自分でほんまに頑張ろうって思える力をこうパワーをいただけたっていうかだから尊敬してる方と一緒にお仕事させていただけるのは自分の成長につながるし、うん、めっちゃ幸せな一日でした収録前とかもそんな話して盛り上げる感じだよね指原さんだから本当軽快に普通におはようございます、うん、挨拶しながらなんかさらっとなんかこう話、うんはい、そうなんだしかもそれもこうなんかグイグイ何もさんとか行くんじゃなくて、うん、本当にこうなんかちょうどいいっていうか、うん、いや私もほんまにそういう人になりたいなと思いました女性としてもタレントさんとしてもアイドルとしてもご主人とレイちゃんが一生懸命挨拶してますえらいことですねえらいですわレイナさんは松井レイナさんはレイナさんはあんまりこうお話しする機会はなかったんですけどでもなんかめっちゃ優しい笑顔で挨拶してくださったりなんであんな激辛食べれるんですかみたいな言わなかった。いや、言いたかったんですけど、ちょっと緊張して言えなかったです。え、もともとはさ、辛みは、その SP にいた頃と。いや、もう、そんな、指原さんと松井玲奈さんに喋りかけれる分際ではなかったっていうか。あ、そんな、あれです、そのお二人が、その、あれとか、勝手に私がね、こう、
なんか緊張しちゃって、うん、いけるような立場では自分ではないなって思ってて、喋る会話もないし、そのだって、そうだね、もう立場も見てる場所もなんか、まあ、もう歌う、もうライブとかで一緒になるけど、もうほとんど私なんか大勢の中のあれやから近づくこともないから、会話がなかったらまだ話すこともないじゃないですか。でもこういう番組とか一緒になって共通の場所で一緒に仕事できて、なんか話せる会話が持てたっていうのもまた嬉しいことやなって今気づきました。スリルナさんって結構あれだよね、演技の方だよね、はい、だから仕事できる、だから今回はなんか本当指原さんもたまたま3人一緒になったと言ってて、だからスリルナさんがドラマの告知をしに来られて、ね、うん、私をまたまたま呼んでいただいてっていうのを、いや優しかった、もっと指原さんとなんかいろんな場所でご一緒できるように頑張ろうって思いました、松井玲奈さんと。でもさ今さ、はい、いろんな番組出たりしてるじゃん、ちょこちょこ。2回目呼ばれるってさ、はい、やっぱ嬉しかったりする？いや嬉しいですね。やっぱちょっとなんか、あ、前のが良かったんかなみたいな、はい、呼んでもらえたんかなっていう。でもやっぱり1回目はもうこう自分を出す、もうとりあえずぶつかるっていうか自分を全力でこう出す感じで、も2回目ってなんか1回目はそんなに考えずにこう挑めるんですけど、うん、2回目はやっぱりなんか前回そういいって思ってもらった分どこが良かったんやろうとか、なんか次はどう、も前回よりって良くしたいじゃないですか、もっとどうしたらいいやろうとか考えるから2回目の方が緊張するなって思います。どこを、まあ、評価というか、はい、しかも番組によってもその求められてることとかちょっとずつ変わってくると思うから、うん、ここではなんか自分はどんなことを求めていただいてるんやろなとか、うん、何がよくて、うん、自分の中であんまりなんか手応えというかできたって思ってなくても呼んでいただいたりとかしたら、なんかどこが良かったのかなって自分の中でちょっと分析というか、オンエアとか見て、あ、ここ使ってもらえてるからこういうとこなんだなとかいうふうにちょっと 独学ですがこう やってますね最近。ワイドなショーとかは、はい、まあ出たりとか難しいでしょ、コメントがボケていいのかみたいな、ちょっとすごいあるじゃん。ワイドなショーはもう本当にお話いただいた時にもう私ですよって思う本当に間違えてませんかって、はい、本当に私ですかって、私でいいんですかって、でも私本当にワイドナショーは最初もうずっとニュース番組で一番見てて好きなニュース番組ニュース番組、ニュース番組、なんかずっと見てた番組だったんですよ、うん、でそこにあのファーストサムウイカさん、うん、ウイカさんが一番最初初登場ワイドナショー出た時見てて、うん、でその時もウイカさんがちょっとずつこう出られてる時やって、なんかすごい大阪っぽいなんか派手な方やなっていう印象ぐらいの感じの時に、あ、この人出てはるわって言って、初登場ですって思ってて、でなんかどんなこと言わんやろうなって見てたら、めっちゃ的確なこと言ってはったりとか、めっちゃかっこよくて、あ、すごいこの方めっちゃすごい人やと思って、そっからウイカさんのことめっちゃ好きになったんですよ。ワイドナショーで好きだった、はい、ワイドナショーで好きになってで、なんかそういうきっかけがあったから、でそれを見ながら私もわ、いつかなんか絶対こんなん無理やけど、何十年後とかになるかもしれないけどワイドナショーに出て、なんかそういう風に誰かに思って今の印象を変えれるような人になれたらいいなって思ってたんですよ、うん、それがもう今回叶ったっていう、でも印象を変えれてはないと思うんですけどアホなままだと思うんですけど、もうワイドナショーを出演するっていうのが何十年後の夢だと思ってたけど、それがもう叶えられて、本当両親にワイドナショー出るって
言ったら一番今までの番組で驚いてました。あんたすごいね。心配はしなかった。してました。してた。でももう怖いってママ怖い。見られへんママ怖いから見られへん。言ってて。でめっちゃ私も不安やから。でもね出演者で、かまいたちの山内さんがいてくださって、山内さんとは9年間ずっとお世話になってたから、もうそれで一つ安心して、山内さんにメールしたんですよ。またご一緒させていただきますってめっちゃ緊張するんですが、山内さんと一緒なので安心して頑張りますみたいな。そして山内さんが、なんかもう、まあ、最初やったら、ちょっと攻めた発言とかをしちゃいそうになるけど、もうそんなことせずに、なぎさらしく言ったらいいで、みたいなことをね、言ってくださって。だから、あ、そう、確かに自分、今の自分で呼んでいただいてんねんから、変に背伸びせずに、もう自分のままぶつかろうと思って。で、もう自分が思った、素直に思ったことを言うようにしました。放送で言いました。まあでも本当その感じが良かったんじゃないの。ああ、本当ですか。そのなんか、無理くり考えた答えじゃないなっていう。はい。だからなんかニュースとかも、こう、なんかいろんな人に教えてもらって、うん、で、なんか自分なりに考えて、自分ってどう思ったかなとか、そういう風にしたんですけど、やっぱニュースってなかなか難しい。からこう理解するのとかずっと難しかったりして自分でなんかあんまり避けてたものだったんです今まで私アホなんで、うん、でもこうワイドのショーに出ることでニュースに関心を持ってこう考えるっていう行動をした時にあなんかこうやってちょっとでもなんか全部知ろうと、全部知っとかないとって思うと、なんかなかなか一歩踏み出せないけど、関心を持つっていうだけでこんなになんか変わるんだって思って、関心を持つことって大事なんやなってすごい思いました。だから自分の中でも、なんか考える機会が増えて、なんか楽しいなって思いました。社会を知るっていうことが。うん、宇宙とか宇宙とか。ただまあ、ワイドショーでも逆に、渚みたいな目線欲しいのはあると思うから、まあ、その、アホなこと言ったらあれけど、そこまでちゃんと理解できないけど、その人の意見というか、難しすぎてもね、見ないからさ。私、そのワイドのショーできっと、紹介されたときに、なんか一言言うときにも、うん、とりあえず絶対最初に、私は大阪一のアホですって。うん、もうそれをちゃんと言おうと思ったんです。一番最初に。もうそれを先に言っても知っといてもらっとかなと思ってて。現状、今一番大阪でアホだと思ってますみたいなのを言おうと思ったんですけど、でもそれは言えなかったんです。言えなかった。その振りがなかった。もうすぐに東野さんが、なんか私のこと紹介してくださって、今 NMB で渋谷さんすごい、なんかこう、いい感じですね、みたいなの言ってくださって、私が、今 NMB の一本柱です、みたいなの言ったんですけど、うん、皆さん冗談ですからね、っていうこと。勝ち上がったわけやな。そう。でも、本当、冗談なんです。まあ、冗談。いやでも、みんなが、わかんない。なぎさがさ、そういう番組出るんやから、はい、他のメンバーも多分見るじゃん。うん。その、自分だったらどう答えるかとか考えてる子いると思う。ああ。それはすごい、なんていうか、力になってるというか、と俺は思うけど、そこに立つ可能性もあんねやっていう、自分頑張ったら。なるほど。っていう目線は俺はあると分かんない。思ってないかもしれないけど。いやでも私本当にこう自分が出てもしよかったとしたら次 NMB の子いいやんってなってもらえたらいいなと思って、うん、本当に NMB を一応背負って、うん、番組立ってます。
変な宣言。次呼ばれるか、うん、2回目。そうですね。そういうのはありますね。いやでも中本さんもめっちゃ優しくて、あの楽屋挨拶で、うん、私も本当にもう自分に時間を取ってしまうのがすごい申し訳ないんで、うん、いつも「エネビフォーテイト渋谷凪沙です」って長いじゃないですか、うん、なるべく早く「エネビフォーテイト渋谷凪沙です、よろしくお願いします」ってねこう言うようにしてるんですけど、うん、そこで松本さんが「ああ君大喜利めっちゃおもろいやんな」みたいなの言ってくださってね、うん、でも面白くないですってそれはどういう情報なんやろ。いや、なんか多分スタッフ、で、その後にスタッフさんが、いや、この子、なんかこの大喜利のお笑いで出現の出てて面白いみたいなの言ってくださって、で、ええやんみたいな感じで、松本さんが言ってくださって、でもその会話はもう、私幻しすぎて、もう、あんまり覚えてないぐらい嬉しかったんですけど。覚えてるよ。そっからなんかちょっと、ちょろっとなんか話しくださってたのがもう、なんか、って松本さんがって、うん、なんかそれめっちゃ嬉しくて、すごいな。でもこんなんペラペラ言うことじゃないんですかね、人にこのラジオ言ってくださってとかそんななんかちょっと浮かれちゃってるね私。でもこう嬉しく、浮かれていいとこやけどな。俺もちょっとなんかやっぱさ、他の芸人さんに言われてるのってさ、松本さんに言われたってちょっとびっくりするもんね俺。いや、まあ、でも聞いてるだけなのかな、見てないか。いや、本当にもう松本さんには知られちゃダメだってもう思ってて、ね、私ね本当に、いや芸人さんはリスペクトをされてるレベルではないかもしれないんですけど、本当にダムダンさんめっちゃ好きで、ゴッツの DVD とかも見てるし、キャシー塚本とかもめっちゃ好きやし、あと放送室とかもめっちゃ聞いてるし。一人ごっつは見てないの？一人ごっつ見てないです。え？出世させようとかめちゃめちゃ面白いけど。もう嬉しいです。もう次回。はい。最後じゃあラッキーアイテム。そうか。そろそろお時間なので。今日のラッキーアイテムは梅干しですでも皆さん、梅干しでもっとラッキーになるためには、梅干し食べるときにお箸でこう そぐんじゃなくて、お箸でそぐじゃないですか。で、種残るじゃないですか。それ最後ちゃんと眠ってください。最後に舐めるってこと？そう、眠る。そう、舐める。私ね、それを中学の時にお弁当の時間に、私いつもそれやってるから、それやったら友達にめっちゃ惹かれたんですよ。舐めてたの？うん、舐めて、吸うというか。そうそうそう、最後種、ね、もったいないじゃないですか、一番おいしい実ついてるから。それで眠って、でポンって横の空いてるスペースに出したら、それ早来たなみたいな言われたんですけど、でもそれは私、梅干しに対して失礼だと思いますよ。最後までちゃんと食べてください。だからそれをしたら超ラッキーになりますので、皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ締めも、そんなこんなで、じゃあ皆さんにとって今日がとっても素敵な一日になりますように。じゃあまた来週、バイビーバイビーバイビー、久しぶりに聞いてチャンネル登録どうされますか？私なら一旦考えます。はい。はい